河井夫妻には去年の参院選を巡り地元議員ら94人に票の取りまとめなどを依頼しおよそ2570万円を配った疑いが持たれています。官邸が主導して擁立した案里容疑者、自民党本部から河井陣営に提供された1億5000万円と地元議員らに配られた金に関わりはあるのでしょうか。関係者によりますと克行容疑者は渡した現金の出所について自民党本部から振り込まれたということです。また広島の県議らの一部に現金を渡したことを認めた上で買収の意図は否定しています。